ミートピア、イエーイ。というわけで今回で3回目になりますね。まあなんか今までなんかまあちょっとオリキャラ混ぜたりとかなんか変なピコ太郎出てきたりとかしてたんですけど、まあ、今回はねちょっとねガチのガチでちょっと行きたいと思いますんで、よろしくお願いします。お前もかお前もか君もかい、プレゼント買ってくんの。買ったよー。はい、どうも同じ口調なんだよな何買ってくんの。虫眼鏡。ああ、なるほどねなんかもっと微妙な反応を見てみたいんだけど、みんな多分ね、あのただ喜んでる映像だからもっとなんかねあれっていう感じを見たいんだけど。あ、瀬戸を好きなニコラがこっそり見ていた。リリアばかりずるい。怖いだろ、この映像。やだ、怖い、この映像。今回は、こちらで行きます。何かがもう違うんですよ。今までのパーティー映像、ちょっと多分ワイプでポンって出してあげるけど、なんかもう違いますよね。スキルベル76や73。低くても20です。わかります？私のスタメンですまあ軽くこのねパーティーがどれぐらい強いのかを見せるためにはちょうどいいんで、ちょっとやりましょうね。はい、この一軍のパーティーの強さに震えて眠れということで、よろしくお願いします。強いぜー基本的にでも難易度は最高、前回と変わんないですね。あの敵が弱いってことはないです。バグラッシュ。瀬戸ちゃん早いね、速攻すぎるな、その動きは。瀬戸いいね。多分自分じゃね？あ、自分また勝手に動いたのかよ。マジか、ララ、そういや、自分が強いのは分かってるからな。もうなんかさ、ステータスが違うもん。身長なるほどね。ニコちゃん、今回一軍だかんね。準備完了。いけ、コウモリトルネード。560。何一人で765出してんの？炭治郎の子、なんかお前誰？炭治郎出てきたんけど。え、炭治郎出てきた。こいつ誰？さあ、見せてやれよ、お前ら。瀬戸天然雨。こらー、遊んでいる。まあ、これは、遊んでいるっていうのは、今、A と遊んでたんですよ。一旦足止めです。無条件で遊ぶことにより、無条件で相手を遊ぶ状態できるんで、そうすると B を、ダンシングアローで止めちゃえば、B をダンシングアローで止めるだけで、相手はもう動けません。はい、踊り出すと遊び出す。で、遊んでるでしょ。オッケーオッケーオッケー。もう一旦、もうこれで無敵ですよ。いけ！コウモリトルネード。なぁ、強いな、君。ヤミちゃん、ちょっと強すぎない？ニコちゃん。はい、バック8回行く。ゴー！うわぁ、強い、強い。炭治郎の行動、お前は誰だ？お前は一体誰なんだ、炭治郎。セット！バクラッシュ。もう、あとはもうはめるだけですよ。このパーティーが一回強いから、もうこれだけでわかるでしょ。もう、今までとは違うんだよ。さあ、まあこのイベントのラストですね。まあボス戦を軽くこなしちゃいましょう。もうダメ。さあ、ここのボスをやるだけですよ、あとは。ガク。炭治郎なや、俺炭治郎って何つみんや、こいつ。おお、炭治郎ゴール名前がやばいんだよ。なんで炭治郎、あー、こいつか。了解。いけるいける。この最強メンバーで、ね、できないから。今までと難易度が違えよ。はい、ブラックホール来た、ブラックホール。まず、雑魚処理ですね。あ、買った、ちょっと待って普通にやばいやつか、これも。了解了解了解。頭すかさせ減らすか。守りでいいよ。守るか。セットじゃん。いつも通り守っていこう。いつも通りです。もう、2回やった方なのかと思いますけど、2回見ていただいた方がわかると思うんですけど、安全地帯を使いつつね、逃げるだけのゲームです。まずはここのロックオンから、ロックオンされて、次にもう一体が動くんですよ。その関係上、ヤミちゃんを下げ、瀬戸ちゃん下げようか。瀬戸ちゃん下げて振りかけで、守りの振りかけ。これをやると、一回バリアがつきます。次なんかとんでもないレーザーが飛んでくるので、こうすることで、一回の守りの振りかけだけで済むわけですよね。危なかった。で、これで、一回こいつは止まるわけですよ。これをね、
これを空輸の駆使するわけですね。炭治郎ゴム。うわ、結構強いな、お前。やるじゃん。これで2回攻撃か。結構だね。やるじゃん。自分は補助に回った方がいいかも。ニコラヨッピーよりよっぽど強いから、この戦士、ニコラちゃん。ドーピングの量がちげえよ。よそ見している。このさ、好きコードがさ、多いんだよ。かなり発動すんな、今までのツボ。違って。まあ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 、まあ。慎重お、早いね、準備。行くかコウモリトルネード。いや、強すぎるって、こいつら。いや、こいつらちょっと強すぎた。いや、こいつらはちょっとね、強すぎるね。ん？怖っ！え、あ、なんでなんで、ちょっとお前さ、お前、瀬戸ちゃん、何してんだよ、バカタレ。はい、というわけで、もう一回、もう一つ問いたいのがあったんですよ。このネオンシティ、前回紹介したネオンシティにはですね、今までのボスとかが、コンパチでね、強化されてやっているということで、どんなのかなっていう話なんですけど、一番難しいのはこの8番街になります。はい、8番街行きましょうね。なんで、8番街が倒せれば、まあ、まあ、もうほぼそっちの人が正面みたいなもんでしょ。強いんですよね、これが。強いな、お前は。この BGM を聞く人も少ないだろう。表ボスのコンパチです、これ。なんか表ボスが正当強化されて出てきたんですよね。裏ボスとなって。でもこいつも覚えてない、俺何されるか。やるか。異世界の太陽。まず守りから入ろう。リディア様は自分でバリア張るでしょ。もう表ボスでもこいつ強かったけどな。結構頭使わないとダメだった気がするもん。よし、リア様バリア入ったね。オッケーオッケーオッケー。でかい。どんな技？大丈夫かな？ニコラ！吸血いった！発根！普通に強いって、こいつら。早く良くなってね。いやー、もう冗談じゃない。とりあえず、ルイージ頑張れ！ルイージ！何やこのルイージってやつは。いや、よくわかんないけど、ルイージも頑張ってほしいな。NPC 連れてきてるから、ちゃんと。回復ですかね？回復ですね。リリア様の、守り入ってもいいんだけどな。メロディー回復ですね。オッケー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 。ちょっと、自己死が怖い。リリア様！安定して打点を取ってくれ。マジ？まあ、悪夢は、まあ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 。仲間を呼ぶか。何やったっけ？もう覚えてねえな、これはさすがに。メダル、これも処理しないといけないやつだ。ニコラちゃん、そうです、下げよう。2回行動とはいえ、ちゃんとお供を呼んでくるタイプ。普通にこれ、負けない！お、いいぞ、ルイージ！ルイージ、マジカルでした。やったナイス、ルイージ。冒険さんルイージルイージ森の守り闇。だから普通に、今までのパーティーじゃこんな無理っすよ、ぶっちゃけ言うと。ドーピング前提ですよ、これ。正直、孤立に関してはドーピング前提と言っていい。リーダー様！とりあえず安定したフレームタワーが出せんの強い。仲間呼ぶ。一回これ潰すやろ。まあ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 。はい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 。次何？メダル A の次の行動見たら安全地帯が。リーダー様悪夢。まあ、仕方ない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 。ニコラちゃん頼むわ。リーダーさん下げる。やめちゃん。とりあえず、好き行動とかを活かして、もう、普通にこういう感じの、もう、今までやってきたこのフル活用に近いんですよね。裏ボスもこんなん強すぎたし。まあ、バリアを張ってるのはニコラちゃんだけか。張ろう。張って、とりあえずメダルを早く処理したいけどなぁ。あー、でもカウンターローになるのはありがたい。負けない負けない、ね、負けないって。ルイージルイージお前。大丈夫。異世界の太陽の行動見てからでいい。まあ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 。バリア張ったからね。これやばいんだよなぁ。いってぃ
でも次のメロディー回復できる。メロディー回復できる。懸念懸念。回抜き。いいよ。オッケー、ヤミちゃん。いくよ、ニコラ。頼むぞ。普通にこれさ、難易度高すぎる。負けない、ルイージ。頑張れ、ルイージ。回復ですね。だから、占いに関してはもう自分が回復になきゃなるしかないんだよね。もう味方は攻めてくるし。基本的に味方は攻める。おーおい、やめてくれー、強すぎるって、それは。なるほどね。まあでもこれだったら回復圏内入るから、MP 回復しよっか。リディア様のフレームタワーたちが火力源だから、基本的に MP をこう回復させていって、できるだけ HP や命は温存。ちゃんとこのペースでやればいける。ヤムちゃん、あー、吸血いっちゃうか。どうせ自分が回復するのに。できるだけ、どんだけ NPC に、早く高火力技を打ってもらうかです。メロディ。ほう嘘だ、お前。嘘だろ、俺。あ、まあ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 、いい、バリア張ってるから。2、よし、よし、3、2、30層。フレーター足す3。高火力やべえぞ、これ。おらー、いい、いい、ダメだ、いい。仲間呼ぶか。まあまあまあ、でもそんな大したやつじゃない。そんな強い仲間じゃない。まあ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 、全部、全部、全部、やめちゃん !OK!OK! よしよし、いいぞ、処理できる ?OK、OK、OK、処理できる。それでかい。ニコラちゃん、普通に行ってくれ。マガン切り。よし、ニコラちゃん、いいよ。負けない、ルイージ行け、行け、ルイージ、いいぞ、なんでルイージなんてもんねや。で、さっき、ふりかけで MP 回復してたじゃないですか。手が空いたら、この森の恵みっていう技、ふりかけだけだと、とあるコンテンツにおいて、このゲームの。絶対尽きちゃうんですよ。なんで必要なのは、この MP を回復する魔法。これで MP を配るのも大事です。これは覚えてるわ。お恵みを。15でね、60、まあ40から60ぐらい回復するんで、それはね、結構でかいですね。ふりかけだけだと限界があるからね。うわー、またこれかー。これ食らったらちょっと下げるか。いてー、ヤムちゃん、下がって。癒しのメロディーで一応回復圏内ではある。一応。早く言うことね。ちょっと。いやー、これ。なんだこのスパ。まあまあいい、まあ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 いい。ニコラ行くよ、頼むぜ、ルイージ行け、えい、大丈夫大丈夫。メロディーですね。マイペース ?OK! そっち入っていく。でかい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 。すごいでかい。向こうの行動を見てから、向こうの行動を見てから、ヤムちゃんを下げます。いい、いい、戦場でそんなことしてる暇ないよ、君たち。リーダー様、あー、自分止まんのか。止まんのきついね。ちょっと待って、これ順番に下げるしかない。順番に下げます。ニコランの下げて、自分を下げるというルートで行きましょう。慎重!ニコラ下げて、回復したら自分が下がります。この分逆に自分が動けないからリーダーさんがガス欠しちゃうんだよね。ヤミちゃん頼むぜ。こらエーペチかい、エーペチかー。お前そこはコウモリと胸でやってくれー。お前ただのエーペチじゃねえか。森よ、ね、あ、ありがたい、ルイージ、ルイージありがたい、それマジか、ルイージありがたい、ありがたい、それめっちゃいい行動。 NPC がいい動きをしている。リーダーさん様をつけて呼びなさい。いい、600出んのか、すげえな。ヤミちゃん止まるか、ここ。ここヤミちゃん止まるか。それ強すぎない？バリアしてこれ、びっくりして目が覚めたか。じゃあ、出していいね、俺。普通に出していい。大丈夫。慎重、頼むぜ。ニコラ、マガン切り、いいよ、安定して縦に入れてけ。よし、来た、この辺取るぞ。はぁ、780は強い。ルイジン、えい、回復ですね。NPC 頼りきりはできないしね。普通に、まあ、回復して、満タン維持した方がいい。200以上は維持しとかんと死ぬ。リーダー様、フレームタワー、さあ、ここからは本番だ。いやーもう、長いよ、これ、怖すぎ。それもあんの、やばすぎでしょ。だから俺、振りかけ、ケチってたのに。
何やんだっけ。うわー、いやーちょっと待って、そうだ、どうしよう。リリア様が動いた後だ、リリア様が動いた後。ごめん、リリア様ごめん。順番に避けるしかない。自分かニコラ、自分かニコラ、どっちだ。待って、確かね、俺の方がじゃ優先した方がいい。起きろー、あ、くそ。よし、マドリージあり、それはオッケー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 、それは大丈夫です、全然大丈夫。待って、ニコラ避けておいた方がいいわ。ヤミちゃんと自分で前線出るわ。A ピチか、避けてほしいね、それ A ピチは。よし、ナイス。あ、ここ好きレベルの回復ありがたい。 OK、 これマジでテンション上がんな、これ普通にやばいんだよな、難易度が。それかー、なるほどね。まあ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 、いいでしょう。ヤミちゃん二人で行くぞ。やっぱリリアここではついてこれねえか。早く良くなってね。どうしようかな。ニコラを出す意味は一応あるっちゃあるが、分散させる意味ある。ただうーん、今いいか。リリア様を復活させたいんだけど、ニコラが一応ソセージ弾持ってます。さっきのミラクルビンタが唯一のソセージ弾、またはふりかけの命のふりかけです。ただあまりに貴重すぎるんで、さっきの攻撃また来ちゃうともう無理なんで、よほどのことがない限り使わないですよ、僕。ニコラのミラクルビンタにかけるしかない。癒しメロディーですね。どうにしろリリアはもうガス欠だったからどうしようもないか。エーペチありがたい。ヤメちゃん起きろー、ミラクルビンタ負けない、ルイージーだ、ルイージー。うーん、攻めた方がいい気がするね。もう、早めに決めた方がいい気がする。この時はもう、行こう。マイペース。行くぜ、珍しくやる気。覚悟。マジかだろー。うわー、来たー、待って、それはまずい。え、待って。あー、待って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 。ニコラ下がれ。よし、オッケーオッケーオッケー、ジム。これでもういい。ヤミちゃん。なるほどね。悪くない、悪くない。今のこのレベルだったらもう悪くない。起きろー、起きろー、おらー、30%! 30%! よくやった。ミラクルウィンターの 30% がこんなところ生きるとは。で、しかもなんかスキルレベル回復したぞ。よし、オッケーオッケーオッケー、十分十分。ルイージ、えい、待って、なるほど、いける、大丈夫、いける、勝てる、決めろ決めろ、覚悟、マジかだろ、それ、クソ、まだか。まあ、リエ様それもう食べて、食べていいもん。60かでも回復量は少ねえな。あ、待て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 、うわっ、守りのふりかけ使うとバリア消えちゃうのがもったいなさすぎるんだよな。でもかける今あるのか。でもここまで来たならあまり使いたくない俺は。いろいろなことを考えるとね、実は本当はかける必要はない。ただ勝利を求めるぞ。もうやめちゃん、ああ、かける必要はなかったか。裏番でもよろしくね。というわけで、ね、8番街も倒しました。恐怖の塔はですね、1番街から8番街が全て連続でやってくるっていうシステムなんですが、8連戦ですね。ふりかけを使わなかったっていうのは実はこれが大きくて、
ふりかけを消耗しちゃうわけですよ。消耗したまんまなので、8番街まで。その関係ですね。だから、またね、もう一回ちょっと、おさらいとしては、ね、恐怖の塔を登りたいと思いますので、その時の放送でよろしくお願いいたします。というわけで、ミートピアね、3回にわたる感じで仲間紹介してきました。また放送で1回やると思うんです。その時にまた皆さんお話してきたらと思います。ありがとうございました。